こんにちは、アイロンです。アローラ、モコウと申します。ポケモン実況者ってみんなサイコパスじゃないですか。いや、俺はサイコパスじゃないよ俺は優しいんでいや、ポケモンに対してこのフィギュアってるじゃん。アイロンは死ね、オラポケモンはデータだから優しい。ほらサイコパスじゃないですか。はい、じゃあまあサイコパスと。でも医者もサイコパスじゃないですか。いや、医者はサイコパスじゃないよ。医者はもう倫理観あふれてる。いやいや、解剖ね、ザクザクして。ああ、あれ楽しかった。方法的さすが。というわけで、今回はサイコパス診断をやっていくんですけど、はいはい、まあ、普通はあれじゃないですか、みんなの答え聞いて誰がサイコパスなのかみたいなやるんですけど、今回は違くて、皆さんもうサイコパスっての分かってるんで、そのサイコパスの、ね、まあ、そのサイコパスの答えを早押し当ててもらうという。ああ、なるほど、はい、やつを、まあ、手抜き禁止だよ。全力で全力で踊りの中の全力でパスを演じに行くと、そうそうそう、サイコパスにならないと。サイコパスの答えを言えば正解。あ、そうです、ね、演じるっていうか、そういう思考が出てくるってことは本能的にそういう思考が眠ってるってことがあるかもしれない。そうそう、ある人それで本当に暴けるかもしれない、ね、そうそう、自分とね、その対話するために必要なプロセスそう、プロセス、自分を見つめ直すプロセスなるほどね、はい、いきます。第1問。ある一家で一家殺人事件が起きました。若い夫婦とその子供の遺体はダイニングで発見されました。捜査の結果、犯行後犯人は1日以上この家に滞在していたことが判明。犯人は一体何のためにこの家に留まっていたのだろうか。やばい、来た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 。なんか多分、じゃあ普通に想像しうることから言っていいですか。はい、普通だったら多分なんかその死体に恨みがあってその死体を見ていたからとかだと思うんですけど、その犯人は家族がいなくて家族を身近に感じたかったからとかじゃないですか。でもそれは意見ですよね。答えがどこ行ってる。あ、違う、全部ブーだ、ブーだ。タンナロさん、はい、いや、正解です。え、正解っていうのは最初言った方が正解です。え、一応読まない、1日以上家にいたりはその腐っていくところを見たかったからかなとか思ったけど、でもそれは弱いから結構同じ、結構同じ、結構同じ、同じ、同じ、死体を見たかったんで、眺めたかった、死体を見て、まあ、なんかやべえよこれやった、達成感、達成感、達成感、まあまあそういうやつはそうですね。一般的な回答はなんか残りの家族が帰ってきたら殺すためみたいな、だから、一家を全員撮影するためみたいな。ああ、はいはいはい。ああ、なるほど。え、一般的な回答はそれ。それの方がやばくね。そっちの方がパスっぽいじゃん。パスっぽいけどね。それは出てくる方がパスでしょ。いや、でも、俺らの方がパスらしいっす。マジかよ。まあ、でもこれまあ、1問目なんで、多分初心者サイコパスですね。ああ、初心者サイコパス。初級パス。初級パス。初級パスね。なんちゃってパスね。はい。トセル。第2問。家に強盗がやってきた。あなたは武器を持っておらず隠れることしかできない。あなたが身を隠すとしたら家のどこ。は、これでサイコパス、これでサイコパスっぽい。マジ場所を選べたと。いや、まあ、その隠れる場所と隠れる理由だよね。ああ、なんでそこに隠れるかっていう理由だよ。キッチン。理由がキッチンに入ってきたやつを包丁で刺すため。誰だ、最後最後最後。うん、そう。でもそれは僕も最初に考えました。最初なんだけど、それ一般家庭なんですよね。これが一般、これは一般家庭。そうそう、それは常人が通る思考で、パスはどうすんだ。パスいや、でも俺の逃亡思考だとあれなんだよな。バレないところなんだよな。絶対に隠れといて、ここだったらバレないみたいな。でもなんかパスっぽくないですよね。そう、パスっぽくないんですよね。うん、なんか返り討ちにしそうだもんね、パスは。そこです。あの扉の裏に隠れといて出てきたらそのまま突き落とす。
でも扉の裏確かに、そう、あのあれなんでね、そもそもベランダなんで開けてこない可能性もあるから、それはもうそれでいいんですよ。できたらもうやるしかないから、そのまま気づかないうちにこう多分こう来てるからグワーッてそのまま。一般的な回答は、あ、身を守るための場所、例えば物置とか押し入れとかで逃げる場所、まあ、さっき言ってましたよね、確か。あ、俺最初洗濯機になるから洗濯機なんかバレないでしょ確かに、探しようがない、閉めときゃまあバレない。サイコパスの回答は、自分が有利になれる場所を、まあ、迷わずドアの裏と答えるらしいです、サイコパスは。やばいやばいやばいサイコパスらしいっす。おめでとうございます。ドアの裏のおめでとうございます。ラグシュールよね。いや、分かってるけどさっきから。そうそう、一回も答えてないから、なんか絶対なんか隠してるよね。まだ初級だからね。あ、初級だからまだ。じゃあいきます。夫の葬儀中、そこに来た夫の同僚に一目惚れをした未亡人。その夜に息子を殺害した。その理由とは？え？一応もう一回見ますね。はい、夫の葬儀中、そこに来た夫の同僚に一目惚れをした未亡人。これね、一見その一目惚れした人と結婚したいって思うじゃないですか、思ってると思うんですけど、実はお父さんの元に息子を送ってあげたかったから殺すっていう。あー、息子の方を思ったれだった反省だったりして夫の葬式に来たから、息子の葬式にもう一回その同僚が来る。うわーうわー今マジで鳥肌そうだもう一回会えるからってこと。うわーもう一回つかんわ。やばい、今のは怖い、やばい今やった今いや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 今のマジやった。いや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 今のだって俺の答えた自分の身を守るためとかじゃないもん完全に悪やるもん今のやばいもん今のは完全に悪やる。いやでもめっちゃ熟考した上だから。いやでも俺らは出てきてなかったから。熟考してもサイコパスの答え出ないんですよね。そうそうそう、意外と難しい。結構考えたけどさわっとした素で出てこないと考えようと思っても出てこない。出てこない。やばい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 、マジでやばいやばいなぁ。あるのやめようかな。やめてください。第5問、自宅マンションのバルコニーに出たところ、男性が女性をナイフで刺している現場を目撃。男性と目が合ってしまった。その男はあなたの方を指さして一定の動きで手を動かした。これにどのような意味があるのか。ああ、あ、あ、え、来た。何回か数えてるんじゃなくておおってえ、これ知ってました？いや全然。え、何？なるほどなるほどなるほど。指さす理由他になくて。いや、だからマンションの階数を数えてその部屋に行こうとしてるってことでしょ。一般的な回答は、あ、お前覚えたからなみたいな感じで指さすんですよ。あ、まあ、それで、あ、お前は覚えてた。あ、そういうことか。お前殺すぞ。だから、あれっすね、まず俺がそこから出て、なんか適当に目の前の建物とかで人が殺してる人いて、こっち指さしてくるじゃないですか。でも何階だ、俺が何階に住んでるか分かんないとそこのフロアまで行けないから、下から1,2,3,4,5,6 って数えて、あ、あいつ7階だなみたいな。あ、そいつ殺す前提だったらそれしか思いつかんとですよ。いや、やばいやばいやばい。中級編これかなり出てきた。出てきた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 。今犯人の気持ちになったってこと？そう、犯人。やべやべ、犯人の、やばいやばいやばい危ない、一番危ない。俺普通の人だから分かんない、何も答えれません。じゃあ第6問いきますね。サンタクロースが男の子にサッカーボールと自転車をプレゼント。ところがその男の子は喜ばなかったという、一体なぜでしょう。は？もう一回読みます、一応、うん、サンタクロースが、うん、クリスマスに男の子にサッカーボールと自転車をプレゼントしました。ところがその男の子は喜びません。下半身不随。なんすか、すごい。ちょっと足が使えないんだから、もうそうじゃない？そうですね。一応一般的な回答はもう持っていたから、もう欲しくなかったから、特に、まあ、運動少年じゃなくて。それはあったけどね。サイコパスクイズだから。いやでも俺ら出てきてない。全然出てこない。それ出てきてないから、とりあえず次行きましょう。だんだん辛くなってきた。じゃあ次の問題いきます。はい、
目の前に自販機があるが販売されている飲み物には名前が書かれていなかった。はいはい、とりあえず1本の飲み物を買って飲むことにするとしたら飲み物の色は何色にする？え、これはさ、あ、名前を、そう、もう飲み物の名前とか書かなくて何色の飲み物を飲むか、色だけは、あ、色だけでいいっす、色だけでいいっす。まあ普通だったら、え、普通だと何色にします？普通だったら飲み物の色でしょ、うん、透明、もちろん透明、透明、いや、違う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 、水じゃん。色っつってんのに色で答えてねえからお前サイコパスだってこと？いや、無意識に混入物を警戒するって書いてある。ああ、いや、これ普通でしょ。でもそういうことで普通に。じゃあ、全員サイコパスです。というわけで。どうですか？じゃあトス、サイコトスの方から。トス最高。サイコーラさん。まあ秘密を知られたんでね。終わりっす。でサイバルさん。殺される前に殺そう。でサイちゃんさん。ちょっと気持ちグッと抑えて働きます。危ないわ。うわー！